野球のワールド・ベースボール・クラシック WBC の開幕が控える中、エンゼルスの大谷翔平選手が大飛球を連発した。24日、日本時間25日の米アリゾナ州天日で行われたフリー打撃で車直撃弾を披露した。米記者が本塁打を連発する動画を公開すると、車を守らないと何枚のガラス交換がと悲鳴交じりの反響が集まった。キャンプ地 天日の青空に豪快なアーチをかけまくった BGM の中大谷はバットを豪快に振り抜いた右へ左へ次々と上がる大飛球乾いた打球音をグラウンドに響かせた宇宙間へ飛ばした打球は球場外の駐車場に止められていた球団関係者の車に直撃幸い破損はなかったが推定約1 5 0メートルもの飛距離に他選手もお祭り騒ぎのようにはしゃいだ 31スイング中15本の柵越えをマークした新加入のフィリップスは「なんてパワーだ」と唖然としていた動画をツイッターに公開した米紙ロサンゼルスタイムズのサラ・バレンズエラ記者は文面に「本日の思ったところにヒットを打つ大谷」「ボールは建物の上ヤシの木そして駐車している車へ」と記して投稿「米ファンからは驚愕した様子」のコメントが上がっている あんなところに車を止めちゃダメだよ。車を守らないと。一体、毎年スプリングキャンプで何枚のフロントガラスと窓の交換が必要になるんだろう。自分の車に打球が当たっても起こらないな。ボールが当たった場所にデコレーションしてディスプレイにするよ。二本目の打球は飛行機に当たりそうになってた。四十五本塁打、防御率2.10のシーズンになる。今季、 マーリンズからチームに新たに加入したマーカス・テイムズ打撃コーチはこの推定1 5 0メートル弾を振り返り「それにしてもすごいね」と簡単の声を上げている宇宙間へピンポン玉のように飛んでいった打球は球団スタッフの車を直撃したテイムズコーチはその打球を見て「俺の車にも当たりそうになったから当てないでくれ」って大谷に言ったんだそしたら翔平が「次はコーチの車に当てるよ」って言ったんだよ 大谷との練習中の軽妙なやりとりを披露して周囲を笑わせていたテームズコーチは2021年までヤンキースの打撃コーチとして在籍していたヤンキースのコーチ時代にも大谷の本塁打を何度も目の当たりにしているそれだけに大谷がフリー打撃で異次元の飛距離での柵越えを連発してもテームズコーチは私に驚きはないよ彼はキャンプに課題を持って取り組んで ててて目的を持ってやっやいるんだよ本当に順調な仕上がりだねと話したいよいよ開幕まで2週間を切ったワールドレースボールルドスボククラシック6年ぶりに行われる野球世界一決定戦の注目度は高まり続け世界中のファンからも大きな期待が寄せられている今大会で話題となっているのが各国のスタープレイヤーの存在だ大物メジャーリーガーが早くから大会参加を表明 それぞれの出場国の大会ロースターには豪華な名前が並んでいる。現在はメジャーリーグのキャンプも行われている中、各チームとも間もなく大会メンバー全員が揃うこととなり、さらに各メディアの報道もヒートアップすることが予想される。大会開幕に向け、注目選手などの情報も多く流れており、米スポーツサイト、ヤードバンカーでも、 今大会の活躍が期待されるプレーヤー10名の名前が公式サイト上で上がっているその中には日本が誇る若きスラッガー東京ヤクルトスワローズの村上宗隆そして大会の目玉ともなるであろうロサンゼルス・エンゼルスの二刀流スター大谷翔平が名を連ねた村上について同メディアは昨シーズン141試合に出場し56本塁打を放ったパワーヒッターだ 23歳の三塁手は日本のスーパースター選手である宗隆村上は並外れたパワーがあり素晴らしいコンタクトヒッターでもあると打撃スキルを絶賛しているさらにメジャーリーグでの活躍はまだ先かもしれないが大会ではスカウトやファンを魅了することだろう合宿ではユーダルビッシュから豪快な一発を放ったと 日本でも話題に上った村上とダルビッシュの直接対決に触れているまた大谷にも「スポーツ界最高のアスリートの一人と表し」と評し2021年にアメリカンリーグ MVP を満票で受賞し昨シーズンはニューヨーク・ヤンキースのスターアーロン・ジャッジに次ぐ2位に入った二刀流の天才選手だと MLB での輝かしい経歴を振り返ると。 今大会ではシ平ウ大谷のような二刀流選手はおらず日本が彼をどのように起用するのかが注目されるとしプレイヤーとしての評価と初の WBC 出場への大きな期待を綴っている。